皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は通信技術が発達して、人がテレパシーを使えるようになる未来について考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。テレパシーが一般的に使えるようになる未来では、通信技術が驚異的な進化を遂げていることが考えられます。以下は、その未来の特徴や影響についての考察です。脳機械インターフェースの進化。テレパシーが一般的に利用可能になる未来において、脳機械インターフェース技術は飛躍的な進展を遂げ、人々は自らの思考をデジタルデータとして変換し、これを他者と共有できるようになります。まず、脳機械インターフェースの進化には、高度な脳波センシング技術が含まれます。これにより、脳内の活動をリアルタイムで捉え、それを機械が理解できる形に変換することが可能になります。この進歩によって、個々の思考が文字通り読み取られ、数値やデータとして扱われることが実現されるでしょう。同時に、脳機械インターフェースは、脳と外部デバイスとのシームレスな通信を可能にします。小型で装着可能なデバイスが脳に統合され、脳活動を解釈し、データを送受信することで、リアルタイムの脳機械相互作用が実現されます。これにより、人々は自分の思考を外部のデバイスやネットワークに直接接続することができ、コミュニケーション手段としてのテレパシーが具現化します。この技術の進歩には、高度な信号処理と解釈能力も不可欠です。脳の複雑なパターンや意識のニュアンスを正確に理解し、他者に伝えるためには、先進的なアルゴリズムとデータ解析が重要です。これにより、個人の思考や感情をデジタル言語に変換し、相手に伝えるプロセスがスムーズに行われます。一方で、このような脳機械インターフェースの進展には、倫理的な課題も浮上します。個人のプライバシーやセキュリティの保護が喫緊の課題となり、新しい規制や法律が整備されるでしょう。また、技術の乱用や悪用を防ぐための厳格な制約が求められ、社会全体がこれに対応する必要があります。テレパシーの普及。テレパシーが広く普及した未来では、通信手段がこれまでの言葉や文字だけでなく、直感や感情を含むより豊かな形態に進化します。この進展により、人々は言葉を使わずに、思考や感情を直接相手に伝えることが可能となり、コミュニケーションの新たな次元が切り開かれます。まず、テレパシーの普及に伴い、人々は自分の意識や感情を他者と共有する手段として、言葉や文字だけでなく、直接的で非言語的な方法を利用できるようになります。これにより、相手が思考の奥深い部分や、感情を理解しやすくなり、コミュニケーションがよりリアルで深いものに変化します。この新しいコミュニケーション手段により、異なる文化や言語を持つ人々との交流が容易になります。言葉の制約を超え、直感的で共感的なコミュニケーションが可能となり、世界中の人々がより密接につながることが期待されます。これは、異なる背景や習慣を持つ人々との理解を深め、国際的な協力や交流を促進する可能性があります。一方で、テレパシーの普及には、新たな課題も伴います。言葉を超えて、直接感情や思考を共有することで、誤解や衝突が発生する可能性があります。コミュニケーションのスキルや理解力が求められ、個々の相互理解がより重要になるでしょう。また、一部の人々がこれに不慣れである場合、新しいコミュニケーション手段への適用が必要です。さらに、
テレパシーの普及にはプライバシーの懸念もつきまといます。他者が直接思考や感情を読み取ることができるため、個人のプライバシーがより脆弱になります。この課題に対処するためには、強固なセキュリティ手段や倫理的な規制が必要です。プライバシーとセキュリティの課題。テレパシーが一般的に利用可能になる未来において、脳機械インターフェース技術の進化には深刻なプライバシーとセキュリティの課題が潜んでいます。この未来では、個人の思考や感情がデジタルデータとして直接共有されることになり、これに伴う新たなリスクが発生します。まず、プライバシーの問題が際立ちます。テレパシーが一般的になると、他者が個人の思考や感情を直接把握できる可能性が生まれます。これは従来のコミュニケーション手段とは異なり、極めて個人的で内面的な情報が容易に漏洩する可能性があります。個人のプライバシーを確保するためには、強力な暗号化技術やアクセス制御が不可欠ですが、それでもなお、デジタルな思考のプライバシーを保護する手法の確立が求められます。同時に、テレパシーのセキュリティにおいては、データの盗難や悪意あるアクセスのリスクが顕在化します。脳機械インターフェースを介したテレパシー通信は、従来の情報通信に比べて、高度なセキュリティが求められます。万一、脳活動データが不正にアクセスされれば、個人のアイデンティティや精神的な健康に対する脅威となり得ます。セキュリティの向上は技術的な側面だけでなく、倫理的なガイドラインや法的な規制の整備も必要です。また、テレパシーにおいては、データの送信と受信が脳と機械の間でリアルタイムに行われるため、セキュリティの確保がより複雑になります。通信経路やデータストレージの段階でのセキュリティ対策だけでなく、データが脳内で生成され伝送されるプロセス全体においてセキュリティが担保される必要があります。これらの課題に対処するためには、技術者、倫理専門家、法律家が協力して包括的なアプローチが求められます。新しいセキュリティ基準の策定やプライバシーを尊重する技術の開発が必要です。同時に、法的なフレームワークが整備され、違反行為に対する明確な法的制裁が適用されることで、安全性と信頼性の確保が図られるでしょう。新しいコミュニケーションの形態。未来において、テレパシーが一般的に利用可能になると、新たなコミュニケーションの形態が台頭し、人々の相互作用が進化するでしょう。この新しい形態のコミュニケーションは、従来の言葉や文字だけでなく、直感や感情を包括的に伝えることが可能となり、異なる文化や言語を持つ人々とのコミュニケーションを豊かなものに変えるでしょう。まず、テレパシーを通じた新しいコミュニケーションは、直感的で非言語的な要素が強調されます。言葉や文章を介さずに、感情や思考を直接相手に伝えることで、コミュニケーションの効率が向上します。相手は言葉以上に深い理解を得ることができ、より豊かな情報を共有できるため、人とのつながりがより深まるでしょう。この新しい形態では、言語の制約を超え、文化や言語の違いによる誤解が減少します。言葉には様々なニュアンスや文化的背景が影響するため、テレパシーを通じた直感的なコミュニケーションは、異なる文化間での理解を促進します。相手の感情や思考を直接感知することで、共感が生まれ、異なるバックグラウンドを持つ人々との交流が円滑になります。さらに、この新しい形態のコミュニケーションは、人々がより本質的な部分でつながる手段となります。感情や思考を直接共有することで、表面的なコミュニケーション以上に深い結びつきが生まれ、個々の個性や人格がより豊かに理解されるでしょう。これにより、人々はより意味のある関係を築くことができ、孤立感や誤解が減少する可能性があります。ただし、新しいコミュニケーション形態には課題も潜んでいます。
感情や思考が直接伝わることで個人のプライバシーが侵害される懸念があります。これに対処するためには十分なセキュリティ対策や倫理的なガイドラインの整備が必要です。また一部の人々がこの新しい形態に適応するのに時間がかかる可能性があり、その点も考慮されるべきです。新たなコミュニケーションの障壁。未来においてテレパシーが一般的になり、新たなコミュニケーション形態が広がる一方で、新たなコミュニケーションの障壁も発生するでしょう。これは言葉や文字だけではなく、直感や感情が直接伝わることから生じる様々な課題に関連しています。まず新しいコミュニケーション形態における主な障壁の一つは誤解や衝突の増加です。テレパシーを通じて感情や思考が直接伝わるため、従来の言葉によるコミュニケーションよりもより深い理解が期待される一方で、それに伴う誤解も増える可能性があります。相手の感情や意図を正確に理解することが難しくなり、適切なコミュニケーションの難易度が上がるでしょう。この障壁を克服するためには、適切なコミュニケーションスキルや相手への敏感さが求められることに加え、新しい形態に慣れる時間が必要となるかもしれません。さらに、新たなコミュニケーション形態には文化的な違いによる障壁も存在します。直感や感情が主要なコミュニケーション手段となる場合、それには文化的な背景や価値観が大きく影響します。異なる文化を持つ人々が同じ情報を異なる文脈で受け取り理解することが容易になる反面、その違いが誤解を生む可能性もあります。この文化的な違いへの対処が求められ、異なるバックグラウンドを持つ人々との円滑なコミュニケーションには相互理解が不可欠です。プライバシーに関する新たな懸念も新しいコミュニケーション形態における障壁の一部です。直感や感情がデジタルデータとして伝達されることで、個人のプライバシーが脅かされる可能性が高まります。他者が直接思考や感情を読み取ることができれば、個人の内面に対する侵害が生じ、それが不快な結果をもたらす可能性があります。このプライバシーの問題に対処するためには厳格なセキュリティ対策や法的な枠組みの整備が不可欠です。最後に、新しいコミュニケーション形態の普及に伴って個々のコミュニケーションスタイルへの適用に時間がかかる可能性があります。これまでのコミュニケーション手段に慣れ親しんできた人々にとって、新たな形態への移行は一定の学習曲線を要するでしょう。新しいスキルや認知のパターンの習得には時間がかかり、社会全体がこの変化に適応するまでには相応の調整期間が必要です。人がテレパシーを使えるようになった未来。未来において通信技術が飛躍的な進化を遂げ、人々がテレパシーを使えるようになる場面では、革新的なコミュニケーション形態が社会に根付く一方で、新たな課題や懸念も浮上しています。テレパシーが一般的になることで、言葉や文字だけではなく直感や感情を含む非言語的な情報が自由に共有され、相互理解が深まります。この未来社会では直感的でリアルなコミュニケーションが可能となり、人々は言語の制約を超えて感情や思考を共有します。これにより異なる文化や言語を持つ人々との交流が豊かで意味のあるものとなり、国際的な理解と協力が促進されるでしょう。またコミュニケーションがより直感的になることで、人間関係が進化し、社会全体が結びつきを強める可能性があります。一方で新しい形態のコミュニケーションには課題も存在します。誤解や衝突が増える可能性があり、コミュニケーションスキルや相互理解が求められます。文化的な違いやプライバシーへの懸念も考慮すべき点であり、これらの問題に対処するためには技術的な安全対策や法的な規制の整備が必要です。また人々が新しいコミュニケーション形態に適応するための時間がかかることも留意すべき点です。
総じて未来のテレパシー社会では新たなコミュニケーションの形態が人間関係や国際的なコミュニケーションを豊かにし社会をより結びつける一方でこれに伴う様々な課題も存在します。これらの課題に対処し技術と社会が共に進化することでテレパシーを通じた新しいコミュニケーションがポジティブな影響をもたらすことが期待されます。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。